はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジュンです。本日はですね、久しぶりにエコリユースファクトリーに行ってきました。2軒回ってきましたね。最近どこ行ってもトミカがなくてですね、トミカ仕入れるのが大変なんですけれども、まずですね、こちらホビーオフの鶴ヶ島インター店に行ってきましたね。はい、買ってきたのがこちらです。結構ね、綺麗なトミカしかなかったですね。綺麗なのでそんなに安くもなく、本当はジャンクのですね、改造ベースのトミカが欲しかったんですけれども、今回はそういうのはなかったですね。はい、こちらの3セット買ってきましたね。今回はちょっと販売用なので値段の方は伏せときますね。まずはバスのセットですね。綺麗なんですよ。結構バス好きな人もいるかなと思いましてね、見てください。もう中古としてはかなり綺麗なレベルですよね。ファンタのバスですね。そしてこちらもバスですね。草加駅行き、この辺のバスですかね、埼玉の。バス好きな人いますからね。はい、これも小綺麗ですね。バスは詳しくないんで何とも言えないですけれども、すごい綺麗ですよね。あ、ここ開くのかな。荷物ここ入れるんですよね、確かね。かっこいい。はい、これも同じかな。ちょっと形違うのかな。結構綺麗なんでいいと思いますよ、バス。ちゃんと座席もついてますね。バスガイドさんが乗ってないですね。はい、そしてこちらのセット、こちらはですね、買うか買わないか迷ったんですよね。見るからに必要なものがなさそうなんですけど、この軽トラがですね、どうしても欲しくて買いました。うちに軽トラないんですよね。山崎のパンですね。そしてこれはスカイラインかな。結構綺麗ですね。で、これ軽トラ。軽トラ初めてかな。キャリー。男のキャリーですね。軽トラやっぱこの白がかっこいいですね。でもこれ赤くオールペンしたりとかするのもかっこいいかもしれないな。うん、軽トラはちょっと嬉しいな。そして最後のセット。こちらはですね、まあ、ゼロクラウンとか、古いシルビアとか入ってるんでいいかなと。このセット売りがいいですね。格安ですよ。ですね。ゼロクラウン、結構小切れ。タクシー。これもね、改造にやっぱいいですよね。ガラス綺麗。そしてシルビアですね。これは、中国製ですよね。まさか日本製ではないです。チャイナですね。うん、車軸も曲がってないじゃないですかね。左右ドア開閉です。ガラスも綺麗ですね。そして S2000 ですね。まあ、あまりトミカの改造ベースになるような車は少ないんですけれども、まあ、比較的綺麗な車が安く買えたのでいいかなと思ってます。続いて2軒目も行きましたんで、そちらの方はまた別の動画で明日アップしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。はい、合計するとですね、4668g、4.6 キロのミニカーを買ってきました。重かったですね。バイクの後ろに積んできたんですけども、もうバイクがフラフラするぐらい、左右にフラフラするぐらい重かったです。